挑戦者はチャンピオンになり、5ヶ月前のチャンピオンは挑戦者になりました。解説は元世界チャンピオンの2人、浜田剛さん、セレス小林さんです。よろしくお願いします。お願いします。ナンバーワン、第622回ダイナミックグローブメインイベント OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ、5ヶ月前のダイレクトリマッチ対戦です。まず栗原、青いグローブ、前チャンピオンが手を出していきました。ロープギアの攻防です。さて浜田さん、はい、再戦です。どんなところまず立ち上がり注目されますか。どっちがジャブを吹いていったパー、考えたか研究したか思いましたけどね、栗原がそれは、その分かった上で打っていくというのは、この試合にかける、インターをかけると言ってますからね、意気込みです。必死と伝わり言いますね。そうですね、セレスさん、はい、序盤栗原が言っているように見えますが、どう立ち上がり見てますか。お互いね、もう長いラウンドやってますから、相手のこと分かってますからね、前回は千葉海が12ラウンド TKO 勝利で新チャンピオンになりました。チャレンジャーになりました栗原は今までで一番不安があると、そう話していました。前回勝った相手に試合をします千葉海、一方負けた相手に戦う栗原啓太です。ジャブ、序盤から積極的に手を出しますチャレンジャー、青いグローブの栗原啓太です。アッパーボディー、前回使えなかった浜田さん、ボディーを有効的に使いたいと栗原話していました。実際にやってますよね、研究してそれで思ったことをやってる、実際に今のところ思い通りにできていると言っていいと思いますよ。そうですか、はい、栗原選手の本当気合が入ってるのが、分かりますよね。そうですね、負ければ引退、その可能性もあると栗原啓太話していました。前回奪われた全てを奪い返す、そう話していました栗原啓太です。あ、ボディ、左右のボディを振っていきます。スラッガー強打が持ち味の栗原啓太、1ラウンドから倒すつもりでいくと話していました。ボディを突き刺していく、打っていく、いいボディですよ栗原ですね。いいボディですよ。さあ千葉はどうだ、ディフェンス能力が非常に高い千葉海です。ディフェンス、そしてスピード、前回はその栗原啓太の強打を封じましたチャンピオンの千葉海です。栗原がボディ攻撃の話をしてましたけどね、このボディ攻撃ということは振り下ろす後半まで行った時に影響は出ますよね。なるほど、ただ序盤からセレスさん、栗原積極的ですね。いや、そうですね、言った通りボディも、本当対応してますね。コミのストレート、攻撃いいですよ、はい。一方浜さん、千葉はどうしていけばいいでしょうか。今圧迫感があるわけですよね、はい、ただ要素で返しておかないとですね、このままペース持っていかれますからね。第1ラウンド間もなく残り10秒です。ブロックはしっかりできてますからね。ブロッキングは常に意識している千葉海、話していました。ボディを突き刺していく、チャレンジャーの栗原、ボディを刺していった、右のストレート、栗原も返しておくことですよ。第1ラウンド終了しました。ダイレクトリマッチ、その立ち上がりです。さて改めまして放送席の紹介です。浜田剛さん、そしてセレス小林さんです。どうぞメインイベントよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず浜田さん、はい、冒頭も話がありましたダイレクトリマッチです。第1ラウンドの立ち上がりは浜田さん、どうご覧になりましたか。千葉のこの考えたやり方、そして、エンジンをかけ方、最高の出来だと言っていいと思いますよ。そうですか、こちら一力ジム挑戦者の栗原啓太です。一方でセレスさん、はい、チャンピオンの千葉海の立ち上がりはセレスさんはどうご覧になりますか。これほど来るとは思わなかったというのはあると思うのと、少し飲まれたというかね、相手の攻撃が、強かったので、しっかりカバーしてましたよね、2ラウンド目から千葉選手が、どういう動きするのかちょっと確かめたいですね。なるほど、栗原啓太、前回は完全に気持ちで負けたと話していました。さあ今回はその部分はどうでしょうか。第2ラウンドが始まりました。5ヶ月前の再戦です。挑戦者とチャンピオンが入れ替わりました。第2ラウンドも栗原が自分から積極的にいくか、一方の千葉海はどうでしょうか。序盤から自分が主導権を握りたい。あのさあ、どうだ、スラッガーが行く、スラッガーが襲いかかるか、さあどうだ、千葉はどうだ、初防衛になるか、
右のストレート、栗原いっている、今効いてますよ、効いてますか、今の右のパンチ効きましたね、さあ一気に栗原いくか、まあ、千葉からするとこのラウンド、まあ、時間かけてもいいですから、取られてもいいですからね、回復に持ち込むことですよね、第2ラウンド残りまだ2分以上あります。伊藤さん、はい、青栗原陣営ですが、下に行け下に行けという声が飛んでいます、なるほど、試合前に話していたそのボディの攻撃です、ボディー、やろうとしたことやってますよね、うん、前回は完全に攻略されたと話していた栗原、今回は逆の展開になるのか、伊藤さん、はい、対する赤千葉陣営もボディをついていこうと、あと右には気をつけろと話していました、鶴さん、両陣営がボディというその言葉ですね、そうですね、まあ、このボディというのはですね、やっぱり両選手の陣営も後半までいく可能性も考えてますよね、ガードの上から栗原スラッガー強打を食っていきます、でもあの比べて右側だったのは、はい、やはり、ね、1ラウンド目に、ね、ボディを打ったことが効いてますよね、布石になっていたわけですね、はい、ここもボディを刺していった千葉もその指示通りボディを返すがパースピード、そして石川と決めた、左右ダウン、聞いた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 、まだ1チャレンジャー、栗原のラウンドも終わった、チャンピオン千葉、チャンピオン千葉どうだ、チャンピオンの千葉はどうだ、戦えるか、ここは行った方がいいですね、さあ栗原行く、スラッガーが拳を振る、5ヶ月前捉えられなかった栗原、拳を振っている、千葉はフリンチですよ、千葉は逃げたい、千葉選手も急に逃げたいですね、千葉選手も急に逃げたいですね、栗原が行く、栗原が行く、全ての思いを拳に込めて栗原様に行っている、リベンジ成功、奪い返しました、栗原がスマートから自分一人でやって自分一人で終わった、この感じでしたね、5ヶ月前に失ったベルト取り返しました、一方チャンピオンの千葉、ベルトを巻いて163日にして王座陥落、千葉界初防衛失敗です、世界チャンピオンの夢にこの可能性を信じて再起をしました、30歳の栗原啓太、はい、何か気持ちが出たようなそんな栗原の戦いぶりでした、ね、まあ、前回の対戦で肌で相手のボクシング分かってますよね、はい、それで研究して練習したでしょうけど、そのまんまこの1ラウンド2ラウンドに全部出したという感じあったと思うんですね、2ラウンド2分7秒2ラウンド2分7秒 TKO 勝ちにより勝者3度目の王座への返り咲き、オフィビー東洋太平洋バンタム級新チャンピオン栗原啓太、5ヶ月前に失ったものを取り返しました、涙の新チャンピオン栗原啓太です、新チャンピオンに輝きました栗原啓太選手には163日にして王座陥落、千葉会やりきりたいと話していました、チャンピオンの千葉会です、悔いなくやりきりたい、それが一番の持ち